全国的に知られるそうめんの産地、香川県の小豆島では、昔ながらの天日干しの乾燥麺作りが最盛期を迎えています。瀬戸内の冬空の下、白く輝くそうめん。昔から続く小豆島の風物詩です。小豆島のそうめんは特産のごま油を使い、乾燥した冬に天日干しするのが特徴で、豊かな香りと強いコシを楽しめます。こちらの製麺所でもそうめん作りが最盛期を迎えていて、生産者が作業に追われています。生産者の高齢化により出荷量は減っていますが、ここ最近はコロナ禍でおうち時間が増え、家庭向けのニーズが高まっています。乾布さらすことによって麺がね、より一層締まって美味しいということ、全国的にもこの天日干しもね、減ってきているんで、そういったところの小豆島のそうめんも皆さん味わっていただけたらと思います。乾燥麺作りは3月頃まで続くということです。